同胞、藤波慎太郎、二世部目。今日の藤は完璧やったな。宝石のような藤。これはタイブレイクの藤。文句なしのクローザーでしたわ。大谷との格付けが完了したな。当たり前のように100マイル投げるな。タイブレイクで2三振の無失点とか最高の働きやん。スプリットエグすぎて草。藤を引きずり出してくれた天使たちに感謝。最近無四球継続してるらしいし、この調子ならポストシーズンも相当出番あるぜ。ワールドシリーズ胴上げ投手の未来あるな。6勝8敗2セーブだけ見たら、めちゃくちゃ便利な何でもこなすリリーバーやと思える。実際いろんな場面で使われていますからね。もっと言えば早く先発に戻ってほしい。仮に脳根改善完璧にできたとして、先発やる未来はあるんかな。脳根改善した藤とか、それもう藤ゴッドじゃん。一つ目の三振のインハイの100マイルエグいな、あそこに安定して制球できたら打たれる気せえへん。緻密な制球や多彩な変化球やなくて、シンプルな速球だけでゴリ押して投げ倒していってるのが痺れるわ。藤ガチャ SSR 非快感が忘れられないんやろな。敵も味方も目を離せない究極のエンターテイナー。藤はようやっとる、そのままワールドシリーズ制覇しろ。